どうも、中野とピロリー、チロラッテ、ワンチャンネルです。お久しぶりです、中野です。こんばんは。よろしくお願いします。というわけでね。ええ本当お久しぶりですいませんね。あの、なかなか、最近ね、バタバタしてまして。まあ、ただ今日はちょっと試合を見れたということで、今日は振り返りをします、中野です。よろしくお願いします。というわけで、えー、ロッテ対西武、1対7、ロッテの勝利。連敗を4で止めました。最高です。ね いや、いい、勝利でしたね。今日はなんか久しぶりに開票という感じでしたね。なんか、ね、安心して見てられましたね。まあ、それもこれも、まあ、今日ね、まず、お木ちゃんが一戦試合出場。まあ、それで、初回のヒットを含む2安打2得点。そしてね、まあ、初回のヒットから、えー、4番の山口選手が、ね、ホームラン。初回にスリーランホームランを打って、 これは本当でかかったですね。第10号ということでね。いやー、嬉しいですね。キャリア廃止、更新ということで。やっとね、なかなかね、先ほどちょっとヒットは出てたんですけど、ホームラン出てなかったんで、これはちょっと嬉しいホームランでしたね。そして、なんといっても、アジア選手が今日は3打1ホームラン3打点。いいとこでね、あのー、その3点からの、ね、その後の1点、どっち飛んだってところで、アジア選手ホームラン、そして、ダメ押しのね、 2点タイムリー2塁だこれはいい活躍しましたねそして佐藤奨真投手は5回、ね、あの2安打に抑え1失点ということでねそ 2, 2勝目いやー素晴らしいですねこれも素晴らしかったですにナイスねいい感じで抑えたんじゃないですか今日はそして茶谷選手もね二2安打昨日はちょっとねブレーキになっちゃったかなってったんで今日はね二2安打1四球 とということで3打数2安打か、ね、そして4打席で4球しか、ね、あの投げさせない、投げさせないっていう <laughs>、まあ、超積極的なね、まあ、いいですよね、もう積極的に行くのは。4打席4球というね、タニ選手は。いや、でも、素晴らしい今日は活躍だったじゃないですか、タニ選手。僕は、まあ、ちょっとし今、めちゃくちゃ押しております、チャタニ選手、まあ。というわけでね、ちょっと振り返っていきました。初回ね、まあ、相手はセミダ投手ということだったんですけど、 小木ちゃんがね、ツーストライク追い込まれながらもセンター前ヒット打って、高部選手はね、送りバント。まあわやヒットだったんですけどね、まあ、でもいいバントでしたね。で、中村選手がフォアボール打って、山口選手がホームラン。打った瞬間でしたね。まあ、あの、ファールになるか、ならないか、みたいなのはありましたけど、いいホームランも、ね、もう打った瞬間でしたね。まあ、その後、ツアーとかね、今日久々の8月21日以来の先発、 出場のレアちゃんがフォアボールだったんですけど、ちょっと安田選手、打てずみたいなね。ただ、ねその後の1回裏、佐藤将末投手はえ鈴木選手、セカンドゴロ、源田選手、センターフライ、森選手、レフトフライということでね、森選手はちょっとヒヤッとしたんですけど、いやもう、ここ、ゼロ押抑えたのめっちゃでかかったですね、2回も三者凡退に、山川、ウー・ネンティン、中村選手ね。 抑えそして3回ね、ツーアウトからだったんですけども、えー、井上選手がフルカウントから、レストスタンド、ごっちゃし、ナイスごっちゃしでしたね、いやい,いホームラン、たまんないです、やっぱり井上選手第5号ですかね、そうあたまんないこれはたまんない一発ですよね、まあ、その後もね、あのー、レアド選手、またフォアボール、そして安田選手が投げやんだ、松川く君が先頭も一打つんですけどね。 チャタニ選手がセンターフライということでね。初球、ね、いい,いい、悪くなかったっすよ。いい当たりだったっすけどね。これもう一点入ったらもっとちょっと楽になったかなと思ったんですけど、3回裏も三者もんてもねいけんじゃねえか。思いませんでした。ねそう。ねただ4回に、先頭鈴木選手、レフトも引い打たれ。源田選手のセンター前打たれ。森選手のセカンド側に、ええ、一三塁。そして、 ね、山川選手、一発打たれたらちょっと嫌だなってところだったんですけど、サードゴロ、まあ、ここでね1点入るんですかど1対4、ね、だってそ,うその後うウー選手はセカンドゴロということでね、これまあ1点で抑えたので、ね、逆によかったですし、その次の回にワンナウトからアジア選手がツーベースを打ち、そして、ね、安、まあ、その前の打席もヒットを打ってましたけど、悩んだここのタイムリーねでかかったですね。 センターまあ、ちょっと左中間りのセンター、これ5対1になりましたこれは素晴らしい、本当に、安が本当に、昨日セ西武ファンの方とね、ちょっと DM させていただいて、あの知り合いの方と来たんです安田選手がすごいって、セブファンの方も言ってましたね、来年はちょっとえぐいことなんじゃないかっていうことを言われて、ちょっと嬉しかったですね、そう、まあその後、ね、あのね、ツアートから、ツーアウト1、2塁でね、チャッタニ選手がセンター前ヒット打つんですけど、 あのここはね、ちょっと安がおそ遅いんで、まあ、鈴木選手が後返球、ちょっと三塁側にそれたんですけど、いい方向にそれた結果、タッチアウト、ホームタッチアウトとか、ここね、まあしょうがないですけど、まあ、でもただ5対1になって、5回裏ね、えー、中村選手、レフトフライ、柘、え、植、ー、選手を三振という、空振り三振、オグレディもね、ライトフライ、もう、結局だから、その4回だけですね、それ以外はもう、 完璧でしたね。ね逆にまさか55球で変わるとは,とは思わなかったですけどね。まあでも、年には年に押してって感じですかね。で、まあただ、6回に、そう、5回成立して、小木ちゃんが1試合出場っていうこと。ねいや嬉しいですね。2000、ね2000本。いや、まだね、だから、あの、元中日西武の和田選手がね、ね結構年齢いってから2000も達してるんで。 いや小木ちゃんも俺2 0本いけんじゃねえかなと思ったんですけどまあその小木ちゃんが6回先頭でねあのこの回から出た本田選手本田圭佑選手もうロッテからしたらめちゃくちゃ苦手な僕はもう苦手でね打ってんの見たことないぞぐらい苦手なんですけど小木ちゃんがセンター前ヒットして高部選手はレフト前ヒットねただちょっとこのツアート取られてツアート12塁からアジャ選手がねあのこれ追い込まれてましたっけどね あの、変直のタイムリーツーベース。もう、ちょっとね、ホームランだったんですけどね。まあ、ただ、ツアートってこともあり、ね、まあ、小木、高は、もう足早いんでね。<laughs> まあ、ツアートじゃなくても多分入ってたと思うんですけど、これ二点入って、これでもう決まったかなっていうのがありましたね。そう。そして7回は西野都市が三者凡退という。押さえ。そして足から岩下都市も三者凡退。ね。そして9回は、えー、広畑選手が出て、 最初、問題。岩下投手2回行ったのか。すみません、岩下投手は2回行ったのかね。8回、そう。だから、中継ぎ、ね、まあ、佐藤選手も完璧でしたけ、ね、ど、中継ぎ以降も完璧に、っ畑選手はまあ、佐藤ーとからヒット打たれましたけど、最後、森選手はショートゴロということで。いや、素晴らしいですね。なんか、ロッテ強いんじゃないかと錯覚するぐらいのいい試合。あの、西武ドームね、 勝ってるイメージが本当なかったんですけどなんか西武道路でこんなに解消するのって久しぶりねあんま僕は記憶ないぐらいなんですけどねなんかとか明日も勝ってほしいいうかずっと勝ってほしいなかなかもう厳しい状況ではあると思うんですけどまあね何があるかわかんないでちょっと皆さん頑張ってねちょっと諦めずに。 見てる側もね、やっぱこういう勝利は本当嬉しいんで、勝つことがまず嬉しいんで、今、ね、まあ先を見てもあれなんですけど、一戦一戦、なんと,とか頑張ってね、一個でも多く勝ちを拾ってほしいなと思います、佐藤選手、ナ、ね、イスピッチングでした。そして、ね、メンバー、素晴らしい、素晴らしい戦いでした、本当に。久しぶりの仲間でしたけど、本当に真面目に語ってしまって、すみません、ただ、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございますますたちょっと明日も ね、ちょっとあの配信がなかなかできてないんでちょっと申し訳ないですけどまた配信もできたらやりますのでよろしくお願いしますということで以上「中田び」の千葉ロッテ応援チャンネルでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。